今水上ステージでは着々と準備が進んでいます。またモノレール芝公園駅側でプロジェクションマッピングもスタートしました。プロジェクションマッピングは午後9時まで行いますので、皆様ゆっくりお楽しみください。それではもうしばらくお待ちください。どこです？続きまして水上ステージではタップダンスのパフォーマンスをお届けします。村田雅樹さんの登場です。高校からストリートダンスを始め、その後タップダンスの世界へ。2006年から2017年までカズタップカンパニーとして海外全国各地での公演活動などを経て、現在ソロタップダンサーとして活躍中。キャノンイオスの CM 出演、福岡ダンスフリンジフェスティバルにて海外賞編を複数受賞。ワークショップの活動も盛んで、野外フェスや地域イベント、幼稚園小学校などの子ども向け初心者向けワークショップなどを数多く手掛ける。ジャンルを問わずさまざまなフィールドで活動。ソロ作品の創作を続けながらタップの素晴らしさを伝える活動を行っている。出演は村田雅樹、山口博一、白石義則の3方です。それでは皆様、水上ステージにご注目ください。村田雅樹さんのステージです。パターンないよ。Thank you.
当にありがとうございます。素晴らしいアーティストの皆さん、そして、お客さんの熱気で雨もやりました。ここからまだまだ夜明け盛り上がっていきます。楽しんでってください。本ギター、山口ひろかず。見た？